これ64でしたっけ、もともとは。でものすごい覚えてるあれやけど、全然違う見てる景色が。うわすごい、何これ。いや今リンクが森を走り回ってますけど、今まで感じなかった何ですか、その向こう側、遠くの山が本当に遠くにあります。ただ家の中も、あ、そうか、 3D VTR の途中ですが、まもなくスーパーストリートファイター 4 3D エディションのステージが始まりますので、そちらをご覧ください。2011 Nintendo 3DS 体験会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。さてここからのお時間は Nintendo 3DS で登場するスーパーストリートファイター 4 3D エディション最新情報をお届けしていきたいと思います。このステージを担当いたします、大場由紀と申します。どうぞ皆さんよろしくお願いします。さあそれでは早速最新情報を届けてくれる素敵なゲストをお呼びしましょう。皆さん大きな拍手でお迎えください。本作品のプロデュースを担当している小野プロデューサーです。どうぞ。波動拳、昇竜拳、アタッシュ。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。改めまして、はい、スーパーストリートファイター 4 3D エディションプロデューサー小野義則さんです。はい、こんにちは、皆さんよろしくお願いします。すごいたくさんの方にお集まりいただきましたよ。もう本当に今日もあの寒い中来ていただきましてありがとうございます。もう、はい、ゼルダの、長時間の皆さん、並んでるのは疲れたらぜひこちらの方を見ていただいてですね、少しだけストリートファイターにも興味を持っていただければなと思います。はい、はい、ではですね早速本題の方に入っていきたいと思いますが、はい、今日はですね話題のハード Nintendo 3DS でこのストリートファイターシリーズ、はい、発売することになった経緯を教えてもらっていいでしょうか。はい、はい、皆さんストリートファイターシリーズこの Nintendo ハードでですね初めてやられたタイトルって皆さん覚えてらっしゃいますか。うん、どうでしょうか。はい、その通りですね。もうかなりお年を召した方だったようなのでピンってきたと思うんですけども、はい、皆さんスーパーファミコンでですねストリートファイター2やられた方ってどれだけいらっしゃいますかね、この中で。あ、かなりいらっしゃいますね。かなりいますね。ありがとうございます。本当にこのタイトル非常にカプコンもですねご飯を食べさせていただきまして、そうですね、630万本というですね、タイトルの売上本数を誇ったタイトルです。皆さんのですねお小遣いから出していただいてですね、僕の家族もみんなすくすくと育っているっていう状態ですけども、出ました。はい、そんなどうでもいい話はこれくらいしてですね、はい、じゃあ少しだけ皆さんですねストリートファイターの歴史のお話をしたいなと思います。はい、1987年これストリートファイター1が登場しました。ここでですねもう一回皆さんに聞きたいんですけど、ストリートファイター1をですねゲームセンターでプレイしていることがある方ってどれだけいらっしゃいますか。いらっしゃいますか。あ、結構いらっしゃいますね。結構いらっしゃいますね。あ、結構もうお父さんにじゃあ皆さんなられてるんですね、お父さんお母さんね。その時にちょっと独身ですけど、あ、独身ですけど、ね、ちょっとこう右手がやられたなとか、ちょっと骨に異常がっていう方どれだけいらっしゃいました、その頃。そんな、あ、手が上がりましたよ。いらっしゃいますか。
一生懸命やっていただいてですね、ありがたいですね、本当その出た当時はですね、感圧式センサーと呼ばれてですね、本当叩いて、パンチキックを出していくっていうのをですね、うん、初めてこのストリートファイター1が登場してですね、はい、当時のもう皆さん当たり前になってる波動拳、昇竜拳、これもですね、本当にあの本当に謎のコマンドとして、登録されていてですね、本当隣の町までですね、なんかすごい技が出るやつがいるらしいっていうので見に行ったっていうのが、本当にあの昔の記憶としてですね、覚えてる方もいらっしゃるかもしれません。そしてですね、それから、4年経ってですね、1991年、これ多分先ほど手を挙げられた方、多くの方やられたと思います、ストリートファイター2の登場です。本当にですね、この頃からカプコンは、ダッシュ商法というですね、皆さんのですね、すごく財布を痛めるような、商法でですね、数々の、バージョン違いを出してきました。ただですね、そのバージョン違いを出すことによってですね、この格闘ゲームっていうのがですね、どんどん格闘ツールという形でですね、より将棋とかオセロみたいに近い形で皆さんに、本当に公平な形でですね、こうプレイしていただけるっていう形のですね、礎をこれで築いたのではないかなと思ってます。そしてこの次、1995年、ストリートファイターゼロ、僕らも開発者の中ですね、なんでゼロやねんと、戻っとるかなとなんでやねんっていうのが、多分皆さんの中でもちょっとかなり笑われているので、そう思ったと思います。で、さらにそのシリーズもですね、ゼロ2、ゼロ3で、なんでまたゼロなのに次また2とか3やねんっていうのが出たと思います。はい、これも僕らも確かに思ってました。ただですね、もう本当時代とかですね、人気というのはすごいありがたいもので、はい、もう今ではですね、そこのツッコミよりも通常通り皆さんゼロスリーとかっていう話を出していただきますし、ゼロスリーアッパーとかっていう商品も出たんですけども、はい、もうそれもですね、カプコンがつけるんならしょうがねえっていう感じですね、皆さんの中で受け入れられたっていうのは本当に歴史の重みとってすごいなっていうのが今感じてます。はい、ありがとうございます。97年、うん、ストリートファイター3が登場しました。この頃ぐらいからですね、もしかすると、今日会場に来ているお客さん方はですね、はい、ちょっと違うゲームであったりとか、他のタイトルとかに移り始めた頃かもしれません。うん、非常にですね、このストリートファイター3、本当にこう頂点の人にはですね、非常に今でも愛されているタイトルなんですけども、カジュアルにやる方にとってはですね、ちょっと敷居が高かったっていうのが非常にこう声が出ているタイトルです。はい、この会場の方でストリートファイター3やられている方ってどれだけいらっしゃいます？結構いらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。本当に僕たちこのストリートファイター3を作っているチームとしてはですね、うん、史上最高のゲームができたと思ってたんですけども、なかなかこうそういうプレイヤーの方、多くのプレイヤーの方と接触する機会が少なかったので、こういった多くの方手を挙げていただけるのは非常に嬉しいなと思います。はい、本当ですね。そしてですね、ここからしばらくの間、ストリートファイター、長き眠りに入りました。冬眠にね、ちょっとね、皆さんちょっと笑われている方もいらっしゃいますけどもそして、ね、10年経ってですね、はい、ついにストリートファイター4というですね、新しいナンバリングに動くことができました。これもですね、皆さんがですね、もうそろそろ出したらいいんじゃないのっていう声が非常に多くなってきました。本当に僕たちはありがたい声だなと思ってます。で、その声に応える形でですね、2008年にですね、ついにストリートファイター4というタイトルがアーケードに登場しました。そしてついに、はい、スーパーファミコンの頃から皆さん親指のこの頂点ですね、波動拳打鼓、昇竜拳打鼓できた方、もう一度よみがえるチャンスがやってまいりました。はい、任天堂 3DS にもとにですね、スーパーストリートファイター 4 3D エディション、これがですね、帰ってまいりました。ありがとうございます。はい、あ、皆さんから拍手が、はい、もう一度聞きましょうか、はい、もう一回伝わった方がいいですかね、ここ拍手するところなので、はい、じゃあもう一度タイトルからお願いします。はい、皆さん良いですか？はい、いいですか？皆さん、スーパーストリートファイター 4 3D エディションが帰ってまいりました。はい、ありがとうございます。はい、というわけで小野さんの熱い思いを語っていただきながらですね、はい、今日はスーパーストリートファイター 4 3D エディションの最新情報をお届けしていこうというわけなんですね。はい、はい、まずですね、これ概要なんですけども、今回、スーパーストリートファイター 4 3D エディションではですね、こちらの方、見る通りですね、35体のですね、キャラクターが参加します。皆さんがですね、スーパーファミコンでやれた頃確か12体だったと思います。最初は、あ、もっと最初は多分、あ、そうかね、ゲームセンターでやり始めた頃は多分8体からスタートしたと思うんですけども、はい、あれよあれよという間にですね、35体まで増えてきました。
こちらの今お父さん方の方にはですね、さすがにちょっと35体もですね覚えるのが難しいっていう方もちらほら、見受けられますが、大丈夫です。昔の竜と剣、チュンリ、ガイル、あの頃手に馴染んだキャラクターは全てこの35キャラの中に入っておりますので、思い出の通りプレイしていただければなと思います、さらにですね、時代は進むもので、はい、置き換え、着替えができるようになりました。なるほど、今回ですね、この Nintendo 3DS 版のですね、スーパーストリートファイター4 3D エディションのですね、アレンジと、はい、スーパーアレンジ、この2種類のアレンジ衣装がですね、最初から入ってあります、はい、ですので皆さん、好きな、衣装をですね、着替えてですね、ぜひとも戦いに行っていただければなと思います、うん。ストリートファイターといえばですね、対戦です。皆さんスーパーファミコンの頃はですね、ワンコン、ツーコンを横に並べて友達を家に呼んでですね、朝まで、対戦大会っていうのをご自宅のであったりとか自分の部屋であったりとか兄弟同士でやられたかと思います。今回 Nintendo 3DS、もちろんこの 3D という言葉の通りですね、立体視っていうところがすごい非常に注目されますが、 Nintendo 3DS そこだけではありません。通信機能というものもですね、非常に強化されています。今回我々、スーパーストリートファイター4ではですね、その通信機能をですね、多く使ってですね、より多くの人に気軽にいつでもどこででも誰とでも素早く対戦ができるっていう機能をですね、今回搭載してきました。で、今日ですね、皆さんに実際に後でお見せしたいなと思うんですけども、はい、じゃあ具体的にどんな感じなのかなっていうのをですね、はい、一つずつちょっと紹介したいなと思います、はい。まずこのインターネット対戦、この Nintendo 3DS をですね、 Wi-Fi スポットに接続してください。そうすることによってですね、皆さんのですね、お部屋、もうベッドの上で寝転んだ中ででもですね、プレイをしていただいてもですね、気軽に、いろんな日本中のですね、プレイヤーと接続することが可能です。で、そしてですね、今後、世界中でですね、この Nintendo 3DS 版のスーパーストリートファイター4が発売された以降はですね、世界中のプレイヤーとも接続できるような形でですね、制作を進めておりますので、皆さんの部屋がですね、世界中のゲームセンターになるという形で思っていただければなと思います。ワールドワイドですね、はい。でもちろんですね、皆さん、こうお年を召した方は職場であったりとかバスの中、電車の中、もしくは、学校の休憩時間ですよ。決して授業中じゃありません、はい、ね、休憩時間とか、はい、そういうコミュニティの中でもですね、こういったローカル通信というのはもちろん搭載してあります、はい。ですので、このローカル通信を使っていってですね、いろんな方と対戦していただければなと思います、はい。今回一つ新しい機能を搭載しました、チャンネルライブという機能です。皆さんですね、もう何タイトルかプレイされたなと思うんですけども、カップルで来てる方とかお友達と来てる方、はい、一つの Nintendo 3DS をですね、横から見ようとした場合ちょっと見づらいなと、立体視も、うん、見えにくいなっていう風に感じられた方はいると思います。今回、Nintendo の技術スタッフとですね、学校の技術スタッフとですね、その辺りをですね、克服しようと思いました、うん。皆さんのですね、複数の Nintendo 3DS を持ち寄ることによって対戦している様子をですね、はい、ご自分の Nintendo 3DS で、ウォッチングできるっていう機能、友達同士が対戦している中で、はい、その周りの Nintendo 3DS をですね、持ち寄ることによって見えるっていう機能をですね、今回搭載しました。そのことによって対戦の中の様子をですね、リアルタイムに手のひらの上の中でですね、 3D の表現の中で、はい、見ることができます。はい、すごいですね、新しい機能も満載ですよね。そうですね。で、今日はですね、はい、ちょっとこの今お話ししている中ではですね、この本当にもう文字と僕の喋りだけなので、うんうん、実際に今日このステージ上でですね、はい、通信環境を整えた、はい、ものを用意しましたので、はい、ぜひちょっと皆さんに見ていただこうかなと思ってます、はい。では実際に皆さんに実演プレイを見ていただきましょう、はい。ではですね、プレイヤーの皆さんにご登場いただきましょうか、はい。ではステージの方へどうぞ。皆さん拍手でお迎えください。よろしくお願いします。あの小野さん、はい、プレイヤーの方は2名ではないんですか？そうなんですよ、はい。今回ですね、きちっと対戦をするっていうところとですね、はい、あと先ほどお話しさせてもらったチャンネルライブっていうところまで、はい、皆さんの目でしっかりとちょっと見ていただければなと思ってます、はい。なるほど、はい。で今、Ustream で、はい、
ネットでですね通信で見ていただいている方もですね、ちょうど見れるような形で、多分配信されていると思いますので、はい、ああなるほど小野が言ってたのはああいう形で、接続されるならあこんな形で、感染できるんだなっていうのを見ていただければなと思います。はい、わかりました。はい、それではちょっとモニターの方を、3DS の画面に変えてください。はい、お願いします。戦いの中にまずですね、左側あごめんなさい右側ですね、皆さんが見て右側の映像、はい、これ通常通りですねプレイをしている状態になります。今回ですね、スーパーストリートファイター 4 3D エディションではですね 3D というビューというモードの方とですね 2D ビューというモード、この2つのビューをモードを用意してあります。はい、で今ご覧になっているのがですね、3D ビューという形のモードで、プレイしているスタイルです。これは、皆さんあの新しい方とはですね新鮮に映ると思いますし、今までプレイされた方はあこれでもできるのかなっていうふうに思うと思うんですが、実際これをですね Nintendo 3DS で見ていただければですね、非常にこの奥行きのある形でですねこの 3D 表現っていうのを非常に実感していただけるかなと思ってます。はい、でさらにですね下の今パッドピカピカっとちょっと光ってると思うんですけども、こちら、入力のタッチセンサーのパッドのところなんですけども、こちらの方ではですね自由に、技をこう貼っていくことができます。なるほど。で気軽にですね自分のプレイスタイル、こういう形で攻めたいとかですねあの某有名プレイヤーのようなコンボを決めたいっていうふうに思った場合はですね、はい、自由にここのパッドにですね技を貼り付けていってください。でこの技を、貼り付けることによってですね自由に技を出していくことが可能です。でまたですね先ほどストリートファイター3をやってるよっていうふうに手を挙げた方はですねこんな入力方法は邪道だと。で昨日のですね僕もネットいろいろ見ました、はい、こんな入力手軽な入力があるのなんて残念だって書いてるのがあるんですが、はい、こちらの方入力パッドをこう使わないモード同士の人でも対戦というのは可能です。要はですねこの入力パッドがあるっていう形でですね対戦する人もいればですね、入力パッドなしで従来のですね状態で対戦をするっていう形もですね、可能ですので、はい、ぜひとも今日ですね、皆さんご自宅に帰ったらそうらしいぞというのをですね、ネットに書き込んでいただいたり、ユーストリームの皆さんはそれで書いていただければなと思います。はい、なるほど。はい、じゃあそう話しているうちにですねちょっとそろそろちょっと乱入のところを見ていただこうかなと思います。はい、お願いします。じゃあ乱入始めてみてスタートしてください。全くですね非同期で、こちら皆さんのですね、左側のプレイヤーがですね今、ゲームを始めようとしています。はい、そうですね。で一切ですね友達を呼んで一つのこの部屋の中に入ってですねじゃあせーのでスタートすることなくですね、はい、今回のスーパーストリートファイター 4 3D エディションはですね対戦可能になっています。通常通り、彼は、ゲームをプレイしていますね。ちょっとムービーをスキップします。はい、でこれでいつも通りですね、ゲームが始まるという形の姿になります。そしてですねそうするとですね近所のそれとも、例えば Wi-Fi であったら Wi-Fi 中のですね今対戦できそうな人をですね Nintendo 3DS が見つけに行きます。はい、そうするとこのような状態でですね手軽に誰とでもいつでも素早く対戦をすることができます。これは何を意味するかというとですね、もう皆さん決してですね、誰かを探しに行くとか、はい、誰かを、来るまで待つっていうことをしなくていい、うん、よくってですね、本当に手のひらの中で全てのですね、対戦が始まって、でその人を探してっていうことがですね、完結するっていうシステムになっています。でですね、じゃあこれから対戦を始める上でですね、はい一つ先ほど僕が話したチャンネルライブその機能もですねぜひ一緒に見ていただこうかなと思います。はい、お願いします。画面の方4分割の方にしていただけるでしょうか。はい、今ですねこちらが皆さんのですね向かって左側の2人の女性彼女たちがですね、近所で、Nintendo 3DS を持ってきてですねあじゃあこの2人の、左側の2人のですね対戦を見てみようっていう形の定義だと思って、見てみてください。はいはい、じゃあちょっと始めてみてください。はい、ではお願いします。はい、ですね、こう近所の中でですね、ロビーで、今対戦しているところをですね、見つけるとですね、自動的に、このチャンネルライブの中にですね、その始まろうとしている対戦がですね、映し出されます。この皆さん見ていて分かると思うんですがあ、まだ見てないですね。はい、ちょっと少々お待ちください。はい、もう35種類もキャラクターあるというキャラクター選びから大変ですよ ね、 すね、はい、あ、はい、この時点で接続状態ですね。この4つの画面、はい、これもう1つの画面をです、ね、コピーしているわけではありません。4人全く今違う状態でですね Nintendo 3DS が接続された状態を今この4つの画面で映し出しています。
まずですね、皆さんの向かって上段の画面、上段の画面の、右側の画面が先ほど言った一番左側のプレイヤー、はい、で上段の、こちら今度は、左側の画面ですね、こちら側の画面が、今度は、2番目の彼ですね、はい、まずこの見ていただくと分かる通りですね、上段だけでも 3D ビューと 2D ビュー、これもう全く垣根なくですね対戦することが可能です、はい、で、下の画面2つがですね、今、感染をしている様子になっています。で、ちょっと何回かこう X ボタンを彼女に押していただけますか。自分がですね好きなビューの配置をですねリアルタイムに動かしているのが分かると思います、ですのでこれ今一つの画面、Nintendo 3DS をですね単純に4分割しただけではなくてですね、それぞれの Nintendo 3DS を持っている方がですねこのスーパーステートファイター4の対戦をですね自由な視点、自由な、モードの形でですね、見ていくことが可能にはなってます。はい、あ、ちょうどいいところで、ちょうどいいところで勝負が決まりました、はい、これがですね、はい、今回、Nintendo 3DS 版に、搭載されたですねスーパーステートファイター4のですねこの 3D のを見せる機能、そして通信の機能っていうのをですね、はい、皆さんちょっとリアルタイムで見ていただきました、はい、もう完成まであってもう4人で楽しめて、はい、さらに、そうですね、最大ですね、はい、これ、6人まで、完成することができます、はい、なので、ね、本当に大きな友達同士をですね、見ていただいてですねこのプレーを一つの中で新しい、対戦体験を感じていただければなと思ってます、はい、すごい新しい楽しみ方が生まれそうですね、はい、はい、どうもありがとうございました、はい、というわけで熱いバトルを見せてくれましたプレーの皆さんどうもありがとうございました、はい、皆さん大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。さらにですね、はい、もう一つ今回 Nintendo 3DS はですね大きく進化し合った機能があります。すれ違い通信です。すれ違い通信、もう皆さんですね、さまざまなソフトウェアでですね今までの Nintendo DS の中でも体験されていると思いますが、はい、今回、スーパーストリートファイター 4 3D エディションもですねこのすれ違い通信を使った対戦っていうものをですね今回搭載しました。ただですねすれ違う間に何もコントロールもできないので、皆さんどうやって対戦するんだって話になると思うんですけども、はいねはい、ゲームをプレイしている間にですねさまざまなフィギュアを手に入れることができます。ちょうど今出ているこの本当にもうボトルキャップのフィギュアみたいなものですね、うんうんはい、これをですね、集めてください。でこのフィギュアにはですねさまざまな機能が入ってます。レベルであったりとか強さであったりとか、はい、波動拳どれぐらい打てるんだっていうその機能を装備したフィギュアをですね Nintendo 3DS の中のデッキにセットしてください、はい、そして閉じて街や学校や職場いろんなところにこう出歩いてみてください。そうすることとですね、はい、いつの間にかですね、このフィギュアたちがですね、他のフィギュアと対戦を始めています。おで、対戦を始めることによって結果はですねそっとオフィスの下、もしくは学校の机の下、そっと広げてみてください。まあ、学校の下ってのは良くないですね。休憩時間ですね、はい。そっと広げてみてください。対戦結果がですね、リアルタイムに、このような映像でですね、皆さんの面白いです、ね、そう体験をしていくことができます。はいうんうん、面白い。でですね、はい、まだあります。はい、今回は今回はですね、なんと皆さんに来ていただいて皆さん、はい、そしてですね、ユーストリームをご覧の皆さんですね、はいこのフィギュアを、うん、会場このイベント限定でですね、はい皆さんにですね一つお出ししようかなと思ってます。はい皆さんですねここから1分だけ写真撮影 OK です。はい皆さんお手元準備してからのパワーポイント進めますんで皆さんほらちょっとカバンの中からね、はい、出されてるのでこそこそとはいそっとですね今の間だけはですね、はい周りにいる黒い服を着た方々目をつぶるらしいので、はいぜひともですねこの今、はい、今だけをですね、はい、パスワードが出る時間のみ OK とさせていただきます、はい、では皆さんしっかりとニュースリームの方もぜひとも今、はいメモってください。大丈夫でしょうか皆さんぜひこの画面の方ですね、はい、このゴールドチュンリーをですね、はい、ここに書いてあるパスワード、こちら2月の26日発売されるスーパーステージファイター4のですね、はいパスワード入力の場所でですね、うんうん、入力することによってこちらのフィギュアを、皆さんにですねご提供したいと思ってます、はい、でまずこのフィギュアを装備した状態でですねいろんなとこすれ違ってですね、うんうん、このすれ違い体験っていうところをぜひとも実感して楽しさを感じてみてください、はい、でそうしてですねどんどんといろんなお友達であれあったりとか、ご兄弟にですねこの面白さ新しい通信体制の面白さっていうのを伝えていただければなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。皆さん大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか。小文字間違えないでくださいね。難しいですから、はい、はい
はい、では、はい、じゃあここまでで、はい、はい、ここまでになります、はい、それでもう今、はい、あの黒い服着てみた方、目を覚ましたようなので、はいここからですね、もうあの皆さんあのルールを守ってくださいね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、ご協力どうもありがとうございます。さあ、そしてもう一つ、はい、もう一つ、ジュリがまだまだでもこれ買うことを迷ってる方、はい、まだ迷ってる方ってどれだけいらっしゃいますか。ちょっとまだ6人ぐらいいますね。いました、はい、じゃあその6人に向けて今回は任天堂 3DS のダウンロードプレイに対応しています。対戦するのに結局2本買わなきゃいけないんでしょと、いえいえお客様、はい、いえいえお客様今回はダウンロードプレイに対応しておりますので、1本ご購入していただければですね、なんと、その古希に向けてですねダウンロード配信をすることによって、はい、皆さん対戦することができます。これによってですねこのスーパーストリートファイター4が、こういう形で楽しめるんだっていうのをですねぜひとも実感してもらえると思っています。さらに複数の古希同士でも対戦することができます。これ何かというとですね、僕が、多分今6人の方々にですね手を挙げられた方に、ダウンロードで配信をします。そして僕が、このステージから降りた後もですねその6人の方は、そのダウンロードプレイが生きている間はですね、その古希同士で対戦することができますので、すごいですよね、はい、もうこの発表した時点 ですねカプコンの営業はもう顔が真っ青になっていますけども、ぜひともですね、それで対戦をするっていう楽しさ、そしてこの任天堂 3DS ですね、つながるっていう楽しさっていうのをですね、はい、ぜひこのタイトルでですね感じていただければなと思ってます。はい、ありがとうございます、はい、はい、いいですか、思い残すことはないですか。そうですね大丈夫ですか、はい、さあというわけで、はい、小野節とともに、はい、ストリートファイター 4 3D エディションの魅力をお伝えしてまいりましたが、はい、そろそろお時間が来てしまいましたので、はい、最後にではぜひ前の方で皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。はい、本当にですねこのストリートファイターシリーズもうあの始まってからですねもう、すごく長い時間20周年という形を迎えてですね長いタイトルを迎えてます。その割にはまだナンバリング4までしか進んでないのはどういうことやねんっていうふうにツッコミもですね数多くいただいてますけども、はい、本当に皆さんの、こう助けとですね応援があって、今まで続けることができています。今回ですね任天堂 3DS というですね新しい力新しいソリューションを使ってですね皆さんより多くの方々にですね対戦体験っていうのを感じていただけたいなと思ってますので、ぜひともですね2月の26日、皆さん、ですね、お店に行っていただいてですね、はい、任天堂 3DS と、スーパーストリートファイター4そして、同時ロンチのですね8本のタイトルをですね、ぜひとも ご声援いただければなと思ってます。はい、今日は本当に皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。では最後に皆さんに、はい、そうですね、とっておきの今お話しさせていただいたらですね、はい、状況をですね簡単にうまくこう説明できるようにこれを流したらお前の今なら30分いられるんじゃないかっていうやつのビデオを作ってきましたんでぜひともそれを見てですね、はい、おさらいしていただければなと思います。はい、ではご覧いただきましょう。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。波動拳昇竜拳アタッシュ、どういったことやられやすわい。
さて皆さんいかがでしたでしょうか。以上でカプコンスーパーストリートファイター 4 3D エディションクリエイターズプレゼンテーションを終了させていただきます。そして皆さん、もう私が今持っているこちらのポストカードもうゲットしましたか。こちら体感コーナーで体感していただいた方に差し上げています。ぜひこちらお持ち帰りください。それではこの後も任天堂ワールド2011任天堂 3DS 体験会にてごゆっくりとお楽しみください。ありがとうございました。